せっかくだから少し懐が寂しいんだ。どっか遊ばせてくれるところがあるだろう。バクチー、うん、やめといた方がいいよ。そして巻き上げられるだけさ。おしま、おめえのこと言うんじゃない。いいぞ案内するぜ。おう、頼む。さあさあ、こちらで。ああ、いっそか、気の毒に。また荷ぐるみ剥がされるよ。下手をするとつまきにされて笛吹川に飛ぶんだよ。指導の蝶かぶります。さあ入りました。さあ、はった、さあ、はった、はい、こっちで来た。こっちもできた。長半駒揃いました。勝グリの半、半と出ました。どんなもんだい。江戸の鉄火場で鳴らしてきたんだ。田舎ばっきり山げっこねえかと。よう、どう。赤蔵め、のぼせやって。かぶります。おう、そろそろ痛めつけてやれ。え、それからあの浪人ありゃなんだ。さっきからああして銭をかけようともしねえが、ドバーラシじゃねえだろうな。まさか買い取ら一家のドバーを荒らすようなバカなやついませんよ。だが目を離すんじゃねえぞ。はい、こっちで来た。同伴駒揃いました。勝負ピンゾロの長、長と出ました。兄さん、さっきまでの威勢はどうして。キノコ牧地には歯が立たねえか。やんで、勝負はこれからで。と言ってももう二十両も駒を回してるんだぜ。おい、返す当てがあんのかい。あるともさ。よし、こうなったら最後の勝負だ。お花坊、ちょっと貸してくれよ。倍にして返すぜ。安く見積もっても五十両にはなるぜ。借りた二十両引いても三十両。これで勝負だ。おお、若造、てめえこれをどこで手に入れた。んなことはどうでもいい。早く壺を振れ。よかねえんだよ。はっきり言え。文句があんなら返せ。おっと、そうはいかねえ。ちょっと来な。おい、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